前回のダビスタ、マリサとスイートメモリーを育ててるぜ。重傷勝ちを目指しているマリサリターンズと、気まぐれ小僧のスイートメモリーを育てているぜ。気まぐれ小僧は草。結局どちらもスプリンターだったな。まだ決めつけるのは早いよマリサくん。まんじゅうさん。それでは本編スタート。2月1週からの続きだな。そうね、小僧は次どこを使おうか。短距離馬だしファルコンから青いステークスか。おのずと使う場所が限られてくるわね。若干感覚が開くので先にマリサリターンズを使います。オープン勝ったし胸張ってフェブラリーに行こうぜ。春胸ないけどね。ふん。たった一発のパンチでー。ふん。リッキーは強敵だね。他の馬も強いな。うちの馬も印はついているが、バケオジは今日も平常運転です。マークカード書くスピードも上がってきました。マリポジ狙って今回も先行です。初めての馬で G1 に出れるとはな。感慨深いわね。このファンファーレはやはりいい。マリサ頼むぞ。ファンかな。今年最初の G1 レースはここ東京競馬場から。寒さを吹き飛ばすダートホースたちの熱戦が間もなくスタートします。スタートしました。スタートはいい感じね。16頭さすがマリサちゃん。 まずは先行争い。6番ポパノキッキンすっと前に持ち出しました。続きまして7番ペイエム迅速、ちょうど中盤のうちリアル競馬ならベスポジだけど。2番エスコワールシチー好位をキープ。16番サクセスエナジー、その外15番アルクトス、1番人気3番コパノリッキー、この位置少し差が開いて8番マリサリターンズ、続きまして12番パッションダンス。ペースは速くないな。の通過タイムは36秒4。3コーナーに差し掛かろうとしています。続きまして14番グランドシチー、内から9番ロングダン、この辺りで外に持ち出したいですね。マスキさんゴールちょっとずらしたいよね。ブライトライン外から差を詰める、内押さえて10番サンビスタ、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ前開いてどうぞ。前の選手の壁がちょっと手間だね。もう馬引きはいいから。先頭エスポワールシチー、そしてペンエム迅速エスポワールシチー、ちょっと伸びはないか。まだまだ。エスポワールシチー残り200を切りました。ダメだ。逃げる逃げる。今何番手だ。コパナキッキング追っている。エスポワールシチー先頭。むむ、あそこだ。逃げ切っ、何なんですかこれ。いやこうも跳ね返されるとはね。反り立つ壁だわ。山田勝美よろしくトレーニングに励もうか。そもそも3番人気だったのかよ。マリサは鍛錬し直すぞ。鉄は熱いうちに打てだな。ポラリスステークスを使います。3月2週のレースだな。変わったに断られました。ここは豊ちゃんに頼むか。スイートメモリーはファルコンに向けて調整です。いい感じですね。ここは大本命だな。相手はエアハリファとグロリアスの赤。先行からのマリサポジションで頼むよ。レッツゴー。オープンポラリスステークス、ダート 1400m、 コンディションは良。スタートしました。グロリアスのここはコースタート。申し分なしだな。まず何が行きますか。早くも先頭1番エアハリファ、うちを見ながらの競馬だね。あとは分回しのロスだけだな。11番サルサス、12番デザートストーン、そのうち7番ポルボローネ。大外手応えは良さそうだね。8番鈴鹿コースで伸びてくれよな。内側5番キングズガード、4コーナーカーブから直線に出た。マリサポジション戻ったぜ。400を切って先頭サムサリオーネ、その後マリサリターンズ、食い下がるマリサリターンズ。これは捉えられるかな。後続警戒後続警戒。ここから駆け上がるマリサリターンズ、伸び足がいい。これは体勢消したな。やったぜマリサリターンズ。マリサリターンズ押し切ってゴール1着マリサリターンズ。ダート短距離では安定性よくね。番組が少ないのが難点だがよし。バケ押し、あのさ、
徹底的に自分の馬を切るスタイル。勢いついたところで今度はスイートメモリーです。ワンチャンスありそうな感じか。こちらも先行で行くよ。 G3 ファルコンステークス芝 1400m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。遅れた。まずは先行争い。外から押して16番レジーナフォルテ、2番手12番ミスターメロディ、7番ジュエルオブナイ、2番手に変わります。この判断が吉と出るか凶と出るか。食い下がるディアンフェ、レジーナフォルテ伸びはどうだ。先頭か、ディアンフェ差を詰める。レジーナフォルテわずかに先頭か。食い下がるディアンフェ、カノヤザクラここでもまだ後方。なんなんすかこれ、なぜだなぜここまで負けるんだ。レジーナフォルテさらに差を広げにかかる。レジーナフォルテ、レジーナフォルテ、ブブブブブブブじゃないか。ちょっとおならしないでよマリサ。ふんブルアー出遅れなのか。原因不明だけどとりあえず続けよう。スイートメモリーは本命の青いステークスを使います。そうだこの馬は1200の馬だった。マリサリターンズは同じ州の平安ステークスを使います。スイートメモリーは刺激与える意味で屋根を豊かちゃんにします。どちらも豊かか、贅沢な起用だな。馬主になったら豊かちゃんに乗ってほしいよね。夢のまた夢ね。やはりこの距離か、印が違う。外枠だしチャンスしかないな。京都競馬9レース G3 青いステークス芝 1200m、 コンディションはやや重。スタートしました。ややばらついたスタートです。あまりスタートは良くないか。まずは先行争い。まあまあこれからよ。1番ブラッククローバー、2番手4番ディアンドル、6番ディアンフェ後位につけています。各馬第3コーナーをカーブしていきます。8番悪くない位置取りだな。後位をキープ。直線勝負。これを見るように内側3番ジュエルオブナイン、ディアンドル粘っている。いいぞ外から来い。ディアンドル弾けて待たれ。ディアンドル粘っている。先頭はディアンドル、ディアンドル粘っている。あと200、ディアンドル頑張っている。このパターン多くないですか。追っている。逃げる逃げる。ディアンドル、ディアンドル先頭。ディアンドル、ディアンドル何なんですかこれ、何なんですかこれ。逃げ切ってゴール。そんな乗ってないよ。ボコボコチンチン丸にされたところで今回はここまでだぜ。敗因は馬体減か。体調管理が重要なんですね。こうなったら海抜地にぶち込んでやる。食べ盛りの小僧にはいいだろう。次回はエースマリサリターンズからスタート。どうせなら今回やっておけばよかったのでは。次回はエースマリサリターンズからスタート。はいはい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価、熱いコメントもありがとうございます。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。